はじめまして、徳島県立近代美術館の学芸員の吉川光雄と申します。私の専門は日本の現代美術です。主に1960年代の美術を研究しているのと並行しまして、同時代の美術のリサーチも行っております。雑誌とかインターネットに頼るんではなくて、実際現地に足を運んで調査することを大切に考えています。徳島県立近代美術館では近年、アール・ブルットというジャンルの美術作品の展覧会を開催しています。アール・ブルットとは、さまざまな人の手による格別の独創性を持った作品のことです。今回、アール・ブルット作品を購入することで、近代美術館は初めてクラウドファンディングに挑戦します。皆さんと共にアール・ブルット作品を購入することによって、多様な価値観を体感し、思いを巡らせる場を共有したいと、このプロジェクトを開始することにしました。今回皆さんと一緒に購入したいのは、ローズマリー・コーティーというドイツ生まれの作家の作品です。ユダヤ人である彼女は幼少時を強制収容所で過ごし、そして生き延びました。この時、死体が捨てられる様、あるいは飢えや病気になって人が死んでいく様などを彼女は見てきたといいます。言葉ではこのように書けても、おそらく想像を絶するような体験だったんじゃないでしょうか。それから30年くらい経った後、彼女はこの体験をもとに作品を描き始めるのです。亡くなるまで膨大な数の作品を作り続けました。そこには、収容所で非業の死を遂げた人々を弔おうという気持ちが込められているのです。この作品もその中の一点です。思えば現在、病気や天災、圧政などによって世界中で多くの人々が亡くなっています。ホロコーストと同様には語れないかもしれませんが、コーツィの命に対する思いと重なることがあるように思います。それは、一人一人の命を思うことが、それぞれの人が様々に生きていたことを思うということなんです。県立近代美術館では、皆さんとこの絵画を共有し、多様性について体感する機会にしたいと考えています。このプロジェクトに賛同していただく方の応援をお待ちしております。よろしくお願いいたします。